アトイさん。友人の話。アトイさんと呼ばれる者が出る参道が彼の高校の通学路にあったという。日が暮れてからそこを通ると、ひたひた、ひたひたと、まるで裸足で歩いているような足音だけが。 すぐ後ろからついてくるのだと。後いとは後追いがなまったんだろうと学生たちは考えていた。ある夕暮れ時、怖がりの女学生が運悪く追いかけられた。その女学生、走って逃げようとしたせいか慌てて 荷物を落としてしてまったどうしよう戻って拾った方がいいのかな焦って振り向くとちょうど落とした荷物の辺りでズシャーと大きな音がした目には見えないがどうやら後井さん荷物につまずいてこけたらしい静寂が辺りを覆ったがやがていつもの足音が したしたと聞こえ、来た道をゆっくり引き返していったという。その後しばらく、後井さんは姿を見せなかった。口差がない学生たちは皆、罰が悪かったんだろうな。と、噂したそうだ。後井さん。 ロベルト。これは、俺が3年前の夏に、イタリアのローマで体験した話です。俺は大学でイタリア文学を専攻していて、大学4年の時に留学し、半年間ローマに留学していた。その時に、ローマの郊外にあるエウル、 という穴の開いたチーズのようなビルを一人でブラブラ見に行ったんだ。直射日光がすごくてめちゃめちゃ暑い日だったけどビルが立っているところが高台になっていて街が見渡せて涼しい風も吹いていたから建物の影になっているところに座って景色を眺めていた。そうしたら少し前まで誰もいなかったのだけど いきなり、つ揃えのスーツをバシッと着た、小さい、九十歳くらいのおじいさんが、俺の肩を後ろから叩いて、ようロベルト、久しぶりだな。と、声をかけてくるんだよ。不意打ちだったものだから、一瞬ビクッとしたが、すぐに人違いかな、と思い、その年の割には元気のいいおじいさんに、あの、人違いですよ。僕は日本人ですし、ロベルト、 という名前ではありません。と、きっぱり言ったの。そしたらおじいさんの方はすごく嬉しそうな顔をして、やっぱりロベルトじゃないか。と、ますます大きな声で言い出したんだ。俺は少し不審に思ったけど、まとわり疲れても嫌だな、と思ったから、だからロベルトじゃないって。普通の日本人はそんな名前じゃないよ。と、言った。 そしたらおじいさんは笑いながら、そんなことは知ってるわい。という感じでことの経緯を話し始めたんだ。いいか、俺とおじいさんのやりとり。イタリア語だったので、それっぽい口調に直しています。もちろん、君の本名がロベルトじゃないってことぐらい知ってるさ。君は見たところ日本人っぽいし。わしは今年で92歳になるが、 そこまでまだ盲録してないつもりだよ。君は昔、イタリアとドイツと日本が戦争で同盟を組んでいたということを学校かどこかで勉強したことがあるかね。ああ、もちろん知ってますよ。僕だけじゃなく、日本人なら大抵の人は。<laughs> よろしい。私は第一次第二次と二つの世界大戦に最初から最後まで海兵として従軍していた。 当時はドイツや日本からこの地に派遣された若い将校や外交官なんかと親睦を深めるためによくつるんで飲みに行ったりしたもんだ。お互い言葉も文化も違うが、当時の我々にとってはそんなことは大して重要じゃなかったし、とにかく共通の敵がいる味方同士、若かったってのもあるが大いに盛り上がったもんだよ。そして当時は、 わしらみたいにつるんでた連中は、イタリア兵もドイツ兵も日本兵もみんな、互いを親愛の情報を込めて、ロベルト、って呼び合ったもんさ。はあ。でもまた、なんでロベルトなんですかおじいさんはにっこり笑って、<laughs> わからんかね。ロベルト。というのは、頭文字を合わせたものだ。 三国の首都のローマの RO、ベルリンの BER、東京の TO、ロベルト。だから君を見かけた時、日本人じゃないかと思ってロベルトと声をかけたってわけさ。へえ、なんか歴史を感じる話っすね。おじいさんは急に笑顔から一変し、渋い表情で。んところで、君のご家族や知り合いの方で、 第二次大戦に従軍された方はいるかなうーん、祖父は従軍してましたけど、もうとっくに他界したし、あ、親戚のおじいさんがまだ一人生きてますよ。そうか。そしたら今度会った時には、イタリアが途中で戦線を放棄したことに関しては、本当に遺憾に思っており、 わしが人生においてただ一点の心残りであり、日本の皆様には謝っても謝りきれないことをしたと思っている。と伝えてくれ。と、目に涙を溜めながら俺に訴えてきた。うーん、今更そんなの怒ってる人もいないんじゃないかな。あの小うるさかった俺の祖父でさえもイタリアのことでぼやいていたことは、 一度もないし。我々はあの時、誓って誰一人、戦線を放棄したいと思っている奴はいなかった。わしの海軍部隊では、政治的に戦争が終わった時でさえ、皆悔しさに泣き、同盟国を見捨てるのかと、誰もが団長の思いだった。現状で自殺をした者だっている。でも、わしはあの時、 何もできなかった。昨日まで同じテーブルで酒を飲み、ロベルトと呼び合い、同じ敵を蹴散らそうとおたけびを上げあった中にもかかわらず、同盟国の戦況が日に日に悪くなっていくのがラジオで伝えられようと、何もできなかったんだ。特に日本の方々が最後まで意志を貫かれているという報道を聞くたびに、 どれだけ五体が引き裂かれるような思いがしただろう。だから日本のガタガタには、戦線を離脱した腰抜け、裏切る者と思われてもやむを得ない。そして、イタリア人はテレビで見るような、じゃらついて女の尻を追いかけるだけのナンパ者と思われているかもしれない。うんしかし、その後の半世紀以上、わしを含めた海兵全員は、 一日だってそのことを食いたことはないのだよ。だから君のお知り合いには、ぜひ、すまなかったと、伝えてくれ。そう言うと、おじいさんは年がえもなく泣き崩れた。そして、よく見るとおじいさんの胸には、会社の車掌のような小さいもので気がつかなかったが、古びた。 イタリア海軍の所属部隊のバッジがついていた。そして急な展開に戸惑った俺は、わかりました。今度会ったら必ず伝えておきます。とだけ言って挨拶をしてその場を去り、また炎天下の中に戻っていった。今まで不思議ととても涼しく心地よかったのだが、その場を離れた瞬間、 また砂漠のような猛烈な暑さに見舞われた。そして数メートル進んだ後、おじいさんが気になって振り向くと、この手の話にはやりがちだが、もうそこには誰もいなかった。そのおじいさんが幽霊だったかどうかなんて、今となってはわからない。ただ俺は、 おじいさんと最後に交わした挨拶を思い出して少し変だなと思った。ここにいれば誰か日本の方が来ると思ってずっと待っていたが、わしの話を聞いてくれた人はどれぐらいぶりだろう。みな、わしがまるで見えないかのように無視をして立ち去ってしまうのだから。ありがとう。 いいんで,すよでもここよりもっと町の中心の観光スポットに行った方が日本人はいっぱいいるんじゃないですかね。殺せよとか。それではお元気で。後日帰国して久方ぶりに家で寝たきりになってほとんど誰とも口をきかない元海軍の親戚のおじいさんを訪ねその話をした。 おじいさんは何も言わず、ただ目に涙を溜めていた。そして、その話を聞いた一週間後に、老衰で他界した。世話をしていたいとこによると、俺があった後の一週間は、おじいさんが妙に明るく、皆に積極的に話しかけていたという。 ロベルト。はいどうも。街にまつわる不思議な話その後をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。影のゾウと申します。え今回ロベルトという本来だったらちょっと選ばないような話を選ばさせていただきました。 まあちょっと戦争関係とかはあんまり読まないようにはしてるんですけどもちょっとねこれ読んだ時なぜかこうスーッと涙が出てしまったのでまあいい話っていうとちょっとなんか変ですけどもまあちょっと友情を感じられる話だったので今回読ませていただきました、えー、2回ぐらいちょっとイタリアに行ったことがありましてえっと1回目はまあ早速バスにぼったくられたり殺ッセオでぼったくられたりしたんで なんやねんと思ってたんですけども、2回目行った時はもう全然そういう人たちもなくなってて、なんかすごい良いい街、いわゆる海外のその悪いところみたいなのが全くなくなってて、すごい普通に楽しみました。ね、次回いつ行けるんでしょうかね。もうそもそもお金もないし。まあ、5年も経ったら海外旅行に行けんのかな。今ね、ちょっと行きたいところがまあ何箇所かありまして、1個はまあ、富士山に登りたいなっていうのがあって、 元気ななううちにっていうのが一個なんですけどももう一個がマチュピチュにも行きたいなと思っててこれも足腰が元気なうちにと思ってるだけなんですけどもね実際に行ってみてどうなんやっていうのを見てみたいなっていうふうには思ってますイタリアはねもうザ観光地には行ったんでもし行くとしたらまあワイン作ってる畑とかあと何やろう例えば初日にえー、っと仕立て屋さんでスーツ仕立てでもらって持って帰るとか っっていいううのははちょとと面白そうやなとは思いました、ねまあ、えー、海外旅行にいつか行けることを願いつつ、えー、終わろうと思います、えー、それでは街にまつわる不思議な話その6でお会いできましたら幸いです影の像でしたほなほな